大家好。皆さん、こんにちは。中国語教室イーガーの講師のチンです。よろしくお願いします。本日はですね、カレンダ経由でのウェーブグループレッスンの予約方法について、説明させていただきます。今表示されているこの画面は教室のホームページになります。ホームページの中に入りますと、このようなカレンダーっていうボタンがございまして、そちらをクリックするとこの画面が表示されます。画面の下にですね、予約フォームがご用意されてますので、ぜひお使いください。予約はですね、レッスン開始30分前までに可能になりますので、予約フォームでの申し込み完了後、レッスンに参加することができます。レッスンのスケジュールですが、このようにカレンダーに表示されてます。こちらの画面ですと、分かりづらいですので、右上のこの予定リストをクリックしますと、もっと詳しい内容をご覧になれます。例えば、2月10日水曜日のレッスンスケジュールはこんな感じになります。前のこの部分が担当講師の名前ですね。で、だいたい、ウェーブグループレッスンって後ろに書いてるところですね。ウェブグループって書いてるところは予約可能なレッスンになります。一つでクリックしてみますね。例えば2月10日水曜日の午後2時のレッスンクリックしてみます。そうするとこのような簡単な説明文が出てきます。ズームはですね、こちらからでは入れませんので、下の詳細をクリックします。そうすると、Google のカレンダーに飛んでいきます。Google のカレンダーからは、この Zoom に参加するっていうボタンが表示されると思いますので、こちらをクリックしますと、Zoom に参加することができます。レッスンは10分前から入室が可能です。そしたら、こちらの方から、入ることができますので、お待ちしております。レッスンの内容に関してはですね、いろいろ用意してますので、ニュース、赤色は上級ですね。で、緑色は中級レベルです。で、黄色の方が初級レベルでして、で、水色の方が、初級、中級、上級関係なく皆さん参加できる、どなたでも参加できるレッスンになります。